ごめんね。魂じゃないとあかんの？なんやったら私モンスター、ママのことモンスターっていうのはあれじゃけど、メタトンおらんし。これさ、これさ、帰ったら、研究所に帰ったらおるかな？あの二人。こっち。合ってた。返事がない。ラボに入れなくなった。どこ行ったんや、あの二人じゃ。なんか、いや、でもきっと、アズゴアオを倒さなくても、この子が、アクアちゃんがお家へ帰れる道はあると思うよな。どうしようもないこと。あ、そうや。グラマーバーガー買っていこうかな。せっかくやし。あ、グラマーバーガーこっちや。回復、なんか63、なんかめっちゃ回復するからさ。買っていこう。サンデーバーガーでもいいねんけどな。攻撃力アップ、レジェンドヒーロー買って、で、よし。結構買っとこ、ちゃんと。攻撃力上がって全開できるアイテムと、あとあれや、ナイスクリーム持っとこうかな。ナイスクリーム、よしよしよし。スパイダードーナツとね、スパイダードーナツはちょっと雲のこの、あげたいでな。あら、私の出したスイーツ買ってくれたのありがとうとか言ってくれへんかな。ちょっと、希望を胸に、アズゴアに、あ、ごめんなさいね。またこれがね、もうこの子が邪魔だったわね。ごめんなさいね。希望を胸にアズゴアに会いに行ってみようかな。アズゴアドリーマー王に。だってドリーマー王っていうぐらいやから夢持ってる男の人やろ？あ、ごめん、勝手に男の人って、王っていうぐらいやから男の人や。長いな！エレベーター長いな！何階に登っとるんや？ 50 階ぐらいにおるんか。最終決戦。うわー、本当に最終決戦？なんて、お城のエレベーター。お城のエレベーター。あ！うわ！ここ、おもちゃのナイフが落ちてた景色に似てる。トリエルママのステージに似てる。遺跡やもんね、だって。うわ、音楽もないし、誰も出てこへんし。左右対称の建物がめっちゃ綺麗に並んでるし。あかん、ちょっと待って、深呼吸しようかな。ふぅ。よし。ニューホーム。これめっちゃトリエルママ！二つの南京錠でロックされているメモを読んだ。ハロー、私は庭にいるわよ。何か打ち明けたいことがあるなら、いつでも来るといい。鍵はキッチンと廊下にある。もうめちゃめちゃトリエルママの、お家、なんで？燃えシャチはまだ暖かい。読書にぴったりの椅子だが、誰かが使っている形跡はない。あれかな？トリエルママが、昔々、遺跡に一人の人間が落ちてきました。怪我をした人間は大きな声で助けを呼びました。あ、鍵。コンロは汚れていない。トリエルママって！カタツムリの入った容器がたくさん並んでいる。やっぱりトリエルママの家だよね。バタースコッチパイのレシピ。待って、今なんかあった。これ何？書き置きだ。ハロー、食べたいものがあったらどうぞご自由に。最初ね、トリエルママがこの家を、なんていうの、イメージして新しくあっちにお家建てたんかなって思ったんですけど、そ
その声を聞きつけたのは王様の息子アズリエルでした。アズリエルは人間をお城へ連れて帰りました。アズリエル、アズゴアじゃなくてアズリエル。うわぁ、うわぁ、箱の中にハートのロケットが入っている。拾う。ハートのロケットを手に入れた。ずっと友達と書いてある。古びた、だが古びた、だが植物のつるを断ち切るのに最適。とても快適そうなベッドだ。横になったらもう起き上がれないかもしれない。金色の花の絵だ。家族写真、みんな笑顔だ。横縞のシャツがたくさんある。ツインサイズのベッドだ。これはホコリまみれのおもちゃだ。これウォーターソーセージだったとこじゃん。ウォーターソーセージじゃなくなってる。改装中。やがてアズリエルと人間は兄弟のように仲良くなりました。王様と王女様は人間を我が子のように可愛がりました。地底の生活は希望に包まれました。アズゴアの日記だ。今日のページにはいい日だとだけ書いてある。インクはまだ乾ききっていない。ただの椅子だ。キングサイズのベッドだ。マカロニを貼り付けて作った花の絵だ。パパキングへ。危なくない？この上の花。サンタクロースのコスチュームが入っている。洋服が入っている。ローブ、ボタンのついたシャツ、ピンクの手編みのセーターにはミスターパパと書いてある。え？待て、アズゴアってトリエルママの旦那さん。え？私の考えすぎかな？ここめっちゃトリエルママいたような気がする。え、アズゴアトリエマ王ってトリエルママの旦那さん。98年度お花スリスリコンテスト優勝ペア。ペア！え？いろいろあったけど自分はやっぱり自分だ。ちょっと待って、敵とエンカウントしたい。話が聞きたい私。これ改装中ってこう、え？トリエルママの部屋よね。で、こっちがアズゴアの部屋でしょ？え、で、ここが人間の部屋でしょ？待って、私ほんまに取り返しのつかんことやってる気がする。全然エンカウント戦のやけど。ずっとこうやってトボ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 歩いてたんやけど、全然エンカウント戦。庭にいるわよ。ここ？庭ってどこ？鍵ってあれか。この鉄格子開けんのか。はい。2010何年、終わりの古いカレンダーだ。ある日付に丸がついている。ある日付って何？ある日付。え、びっくりした。ところがある日、人間が重い病気にかかりました。人間は最後に一つだけ願いを叶えてほしいと言いました。ふるさとの村の花畑を一目見たいと。しかし、私たちにはどうすることもできませんでした。そして、その翌日、人間は息を引き取りました。悲しみに暮れたアズリエルは人間の魂を取り込み、凄まじい力を持つ存在へと姿を変えました。それが人間の魂の力でバリアを抜けたアズリエルは、泣きながら抱え夕日を浴びながら進んで行きました。泣き殻を抱え夕日を浴びながら進んで行きました。人間たちの暮らす村を目指して。廊下長くなってる。やがてアズリエルは村の中心にたどり着きました。そこには金色の花畑がありました。
アズリエルはその上にそっと人間の亡骸を乗せてやりました。その時突然甲高い悲鳴が響き渡りました。亡骸を抱えたアズリエルを村人たちが見つけ、彼が人間の子供を殺したと勘違いしたのです。うわぁ、村人たちは捨て身でアズリエルに襲いかかりました。アズリエルの体は何度も何度も人間の攻撃に打たれました。アズリエルにとって村人たちを滅ぼすのは造作もないことでした。それでもアズリエルは反撃しませんでした。人間の亡骸をしっかりと抱いて微笑みながらその場を立ち去ったのです。怪我を負ったアズリエルはなんとか家にたどり着きましたが、お城に入るなりばったりと倒れ込んでしまいました。アズリエルの体は塵となり、お城の庭に降り注ぎました。人間が殺してるやん。王国の民は悲しみに暮れました。王様と王女様は一晩のうちに二人の子供を亡くしたのです。人間たちはまたしてもモンスターから全てを奪いました。王様は決心しました。国民の苦しみを終わらせると、ここへ落ちてくる人間は誰一人生かしてはいけないと。七つの魂が手に入ればバリアを壊すことができる。もうすぐアズゴア王が私たちを解放してくれる。アズゴア王が私たちに希望をもたらす。アズゴア王が私たちを救ってくださる。はあ。さあ、あなたも笑顔になって。嬉しいでしょ？心が弾むでしょ？あなたはもうすぐ自由になる。なんやろう。わあ、暗い。最後の回廊。すっごい金ピカ、すごいニコちゃんマークの。なんで私光が当たってるのに姿が見えないの？あの逆光表現とかじゃなくて、なんで私真っ黒なん？こんなに明るいのにこの部屋。あ、進めんくなった。サンズじゃね？このシルエットはサンズじゃね？サンズだと思って読む。違ったらごめんなさい。ついにここまで来たな。お前の旅はもうすぐ終わる。この先へ進めば、お前は王と相まみえる。王とお前が、この世界の運命を決する。だが、その前に、まずは。やだ！やだ！やだやだ！絶対やだよ！サンズと戦うとか、やだよ！審判の時だ。お前がこれまでに取った行動のすべて、手に入れた経験値、それをもとに判定が下される。経験値というのは、何のことかわかるか？私が、殺めてしまったモンスターの数。正式には、エクセキューターポイント。他者に与えた痛みの量を数値で表したものだ。誰かを殺すと、経験値が溜まる。経験値が一定以上溜まると、ラブが上がる。そう、ラブの本当の意味も教えてやろう。正式には、レベルオブ、バイオレンス、暴力レベルのこと。他者を傷つける能力を数値で表したものだ。殺せば殺すほど、感情を抑えるのが容易になる。感情を抑えるほど、自分は心の痛みを感じなくなる。私レベル5まで上がってしまったんよな。お金集めしてるときに倒しちゃったんよな、カビくん。何のためらいもなく
他者を傷つけることができるようになる。高いな。私高いな。では、そろそろ始めるとしよう。お前の審判を。胸に手を当てて、帰り見るがいい。自分は正しいことをしたか。そして、ここまでたどり着いた今、自分はこれから何をするのか。よく考えるがいい。私はもう最初から間違ってるわ。トリエルママが、もうトリエルママから間違ってか、マネキンくんから。あらあら、マネキンはバトルの相手じゃないわ。おしゃべりの相手よって言ったあの時から。ね、サンズ。ま、実のところ、あんたが何と答えようと関係ないよ。大事なのはあんたが自分に正直だったってことだ。これからあんたが何をするか、オイラたちはあんたに任せるよ。おらんくなってる。そうだ、おらんくなっとる。サンズって何者なん？サンズってこの世界の支配者なん？アズゴア王と、アズゴア王の、なんか、アズゴア王はこの世界の王様で、サンズはなんか、もっと広い、なんか、この地底の世界、なんか、この世界を滑ってる人みたいな感じがすんねんけど。なんか何もかも知ってますよ、みたいな。越剣の間。越剣室の入り口の前に、こっちなんかありそう。棺桶だ。名前が刻まれている。え？中は空っぽだ。あ、これ今まであれか、魂を奪われてきた人間のってこと？だからもう私がここに入るのは予定調和ってこと？わ。でも残念ながら私はそこには入らないし、アズゴア王も倒さん。話し合いするねん、私。今から。よし。行くぞ。え？この花って、そうや、私が落ちてきた時、この花でクッションになってたんやけど。ラーラーラー。おや、お客さんかな。ちょっと待ってておくれ。今、水やりを終わらせてしまうからね。これでよしと。優しそうな人。ハロー、いらっしゃ。優しそうな。あ、君は。っていうか、絶対トリエルママと関係あるでしょ、あなた。だってトリエルママに似てるもん。絶対そうや、絶対そう、もう絶対そうやって。トリエルママの旦那さん？お茶でもいかがかなと言いたいところだけれど、残念ながらそういうわけにもいかないね。だって横顔がそっくりやもん。ご覧、今日は素敵な日だ。花が咲き、小鳥たちはさえずり。こんな日は鬼ごっこでもして遊びたいね。遊びたいね。かくれんぼもしたいね。はぁ。はぁ、もう、なんじゃろう。うん。私たちにはやらなくてはならないことがあるね。準備ができたら、この先の部屋に来なさい。はぁ。あんま20。なんだろう。本当はこっちの方が強いと思うんですけど。
私なんかこっちで行こうかな。せっかく頑張ってこれ手に入れたけど、ちゃんと回復いっぱい持って。玉座だ。セーブもあるしね。もう一つの玉座だ。白いシーツがかかっている。うん。装備品多分弱くなったんですけど、なんか思い出のロケットみたいな写真入ってるんだったらそれつけていきたいから。緊張しているね。大丈夫。歯医者さんに行くようなもんさ。ここ私が落ちてきた部屋にめっちゃ似てる。ここに花が敷いてあって、なんか緑色の丸があって、目玉みたいって。やったな。セーブめっちゃ、準備はできたかい？強がらなくていい。私だって心の準備ができていない。終わり。お願いします。真っ白い道が。これがバリアだよ。我々モンスターを地底に閉じ込めている封印だ。もしこの世界でやり残したことがあるのなら、ここで引き返しなさい。一回パピルスに電話かける。そうか。君がやるべきだと思うことならどんなことでも大切だ。本を読むとか散歩をするとか、どんなに些細なことでもね。だから急ぐ必要はないよ。ちょっと待って、電話しよう最後に。誰も出ない。誰も来なかった。パピルスはどうして、あれか、アズゴアじゃない、アンダインの看病してるんかな。はぁ、ため息が出る。お願いし、はい。うん。そうか。では。始めようか。うわぁ、今までの、はぁ。不思議な光があたりに満ちる。バリア越しに薄明かりが見える。旅はついに終わりを迎える。決意がみなぎった。人間よ。君と出会えてよかった。さらばだ。うわ、うわ、え、逃げるがなくなった。見逃すがなく、うわ、アズゴアが襲ってきた。とりあえず調べる。うわー、これトリエルママの攻撃に似てる。ちょっともう全部がトリエルママに見えちゃう。え、しかしかける言葉がなかった。よし、私攻撃しねえから。たた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 た、真ん中で行く。私にできることはずっと話しかける言葉じゃん。わ、何？え、あー、青の時は動かないでってこと。6つ、ナイスクリーム。襲ってくる追尾、避けれる攻撃は避けていかんと。よし、これなんだこれ。あー、うわー、これなんかあれみたい、あの視聴力、あの何、聴覚テストじゃない、視力テストみたいな、視力テストな、あの右空いてる方を指さしてください、上右下みたいな。うええとたたたとんとたたたと、痛い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 。よしよしよし、なんか今まで、あ、出た。青、オレンジ、オレンジ、よし、目が光る色か。よし、うっ、ここ OK。 うわー、ちょっと待って、うわーうわー、ちょっと頑張って避けて、いや私避けて、よし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 、まあ、いっぱい、6は危ない、6は危ない、回復しよう。グラマーバーが食べて OK。
いし、はいはいし、聴覚、聴覚じゃない、視力テスト。視力テスト。なんで視力やのにいつも聴覚って言うんや、私。動く、動く、止まる、動く。よし。あずこは、私何ターンでも耐えてみせっから。頑張る、HP が持つ限り。無言になっちまう。これさ、無理か。私が持ってる何かを、私が持ってる何かこの人に見せたって今更だよな。だけど、はい、止まる動く動く、止まる動く動く。これはできれば全避けしたい。うわー、こっち早くない？早くない？なに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 ？ちょ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 無理。私の行動力じゃ。行動力？スピード？だい？あ、動く動く動く。攻撃パターン増えてきてる。ちゃんと進んでる。今の当たっちゃうか。 OK、 HP 満タン。どんだけ当たんねん、下手くそ。もう自分が嫌になる声、下手くそじゃから。全部止まる。4上がった。攻撃したくないんだって。最後まで耐えれるかな。動く動く、止まる動く。これをさ、最初から避けれる方法ってあるんかな。攻撃につき動く、止まる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 。よしよしよし。ピピ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 。一発ならいい。一発なら当たってもしょうがない。一発だけだ。当たってもいいのは一発だけ。もうあかんぞ。よし。あぶね。動く動く、止まる動く。痛い。判定むず。これ避けたいな。やーべえ、回復アイテムそこつきちゃった。うう、難しい。これの低速わからん。あかん、もうごめん、喋れん。もうゲーム実況者やるまじきじゃけど、マジで喋れん、ほんとに。死んじゃう、死んじゃう。なんで今動いてたのにダメだったんだ、ちょっと。ああ、諦めてはダメだ。これアズゴアの声じゃない？はい、もう一回行きます。もう私、自分のことまた嫌になるかもしれんけど、アズゴアさんに戦いを挑んでみようと思います。あの、ちゃんと戦うを選ぼうと思います。はいはい。アズゴアが襲ってきた。これなぁ。あ、あなたに一度殺されたと伝えた。アズゴアは悲しそうにうなずいた。あ、え？しか
かしかける言葉がなかった。え、待って、これさ、え、何回も何回もアルゴアさんに負けたらさ、え、ちょっと待って、もう、もしかしてこれ進展あんのかな。アズゴアにあなたに二度殺されたと伝えた。アズゴアは悲しそうにうなずいた。これでアズゴアに三回やられたってきて、はっ、我々の運命がかかっている。悪は決意を力に変えるんだ。お願いや、戦うってコマンドを選ばさんといてくれ。アズゴアにあなたに三度殺されたと伝えた。アズゴアは悲しそうにうなずいた。アズゴアにあなたに四回も殺されたと伝えた。アズゴアは悲しそうにうな、四回も殺された。これであなたに五回も殺されたになるね。でも、どうして私はそれを覚えてるの？これ、記憶はそのまま引き継いで無限ループしてるってこと？何度でも蘇るぜってこと？はい。だってそうじゃないとあなたに5回も殺されたって。アズゴアにあなたに5回も殺されたと伝えた。アズゴアはとても悲しそうにうなずいた。避けてみるか？頑張って。どういうことなんやろ？この人とはほんまに戦わなあかんのかな？ここからやっぱり進展ないよな。やるか？いや、私、あと一回だけ耐えてみる。いけるかな？いや、もうどうなんじゃろう、どうなんじゃろう、どうなんじゃろう、ちょっと。どうなんじゃろう。戦うっていう選択肢正しいんかな？あなたに5回も殺された。え、普通に勝てちゃうもんだって。こんなん戦ってたら。間違えた。もうどうなもんなんかな。もうトリエルママの時のトラウマが合ってる。アズゴはあなたと私剣を交えるっていう定めしかないの？分かり合うってことはできへんの？アズゴは最後の最後はやっぱり戦わなあかんっていうこの決断で合ってる？あなたに刃物を向けるってので正しいかも分からへんけど、ずっと耐えてみたらなんかあるとかあるんか、もう分からん。ちょっとでもやってみるわ。そう、これ攻撃力上がるんね。止まる動く。アズゴは私戦ってみるよ。何が正しいかもう分からんけど、ほ受け止めてくれ。どっちかが。でも私あなたとも友達になりたい。パピルスみたいに仲良くなりたい。その気持ちは分かってくれ、アズゴは。でもこの人めちゃめちゃ強いね。 HP よいしょ合ってんのかな。どうなんやろうな。あ、全部動く。はい、なんか人間だろうがモンスターだろうが同じ命なんよなあ。アズゴはどっちかしか生きられへんなんて、そんな選択肢嫌じゃわ。どっちも生きたいよ。バーガー、うわー、攻撃がめっちゃ密。攻撃レベル上がってきた。
止まる、動く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 、よし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 、半分切ってる。うわーうわー、視力検査むずい、視力検査、二重線の僕が、よし、ここここむずい、これ回復アイテムバンバン使って、はい、止まる、動く、止まる止まる、よしよしよし、なんかあれみたい、動体視力鍛えられとるみたい、よよよ、うわったった、はい、なんかアクアちゃん攻撃力上がってね、最初100何歩しか食らわんかったのに今なんか300近く食らってね、はっ、アズゴアの HP は残りわずかだ、話し合いできないんか、話し合いできないんか、止まる止まる、動く動く、アズゴア、はっ、わあ、もうまたトリエルママと本当に同じ展開、なんかトリエルママも半分切ったらガッて HP 一気になくなったんよ、ああ、どうやらここまでのようだ。息子が死んだ翌日のことは今でもよく覚えている。地底の生活は絶望に包まれた。我々の未来はまたしても人間たちに奪われたのだ。怒りに任せ私は宣言した。この世界に落ちてきた人間は一人残らず始末すると。その魂を取り込めば私は神に等しい存在となり、この牢獄からモンスターたちを解放できる。人間たちを滅ぼし、モンスターたちの手で地上の平和な世界を築く。私はそう誓った。国民たちは希望を取り戻した。だが私の妻は私のしたことに呆れ果て、城を出て行った。その後彼女の姿を見た者はいない。私が殺めてしまった。なんか王国の人たちやん。トリエルママ殺めて、最後はアズゴアも殺めて、他の人はなんか、いやこれ戦う選ばんでも解決できるからとか言ってさ、なんか王族の人たちだけ不幸にしてしまってる。私は力など欲しくはない。誰も傷つけたくはない。国民に希望をもたらしたかっただけだ。だがこれ以上はもう耐えられない。私は妻に会いたいだけ、子供に会いたいだけなのだ。若者よ、こんな戦いはもう終わらせなければならない。君はバリアを抜けることができる。私の魂を取り込み、この牢獄を出なさい。本当やったら、見逃したいんですけど、見逃したいんですけど、アズゴアさんトリエルに会いたいって言ってると思うんですよ。これ、もし解釈が間違ってたら、あれなんやけど、私、トリエルさん、戦ってしまったから、ここで見逃しても、わからへん。見逃して、パピルスとかサンズとか、この世界の人々の王様を続けてほしいっていう気持ちは、そりゃもちろん一番強いんよ。でも、そしたらこの人はどれだけ苦しまなあかんの？私も別に地下にいてもいいのよ。地下すごいいっぱいいい子いた、黄色い子とか。だけど、私地下にいていいんかなってなる。どうしよう。見逃したいよ。そりゃ見逃したいよ。見逃したい。アズゴアさんと話したいけど。
でも私が今まで歩んできた道っていろんな人に迷惑かけて助けてもらってばっかりで、助けたいけど。ごめんなさい。お前また出てきたな。やっと理解したみたいだね。この世界は多分違うと思う。多分違うと思う。他の選択肢もあったと思う。え？ゲーム落ちた。ゲーム落ちた、マジか。ちょっと待ってください。再起動します。すごい、ところがある時、人間もモンスターもみんな消えてしまいました。わあ、フラウィー、レベル999999999、僕の世界。コンティニュー。削除されました。何これ、でかっ。ハロー、フラウィーだよ。お花のフラウィーさ、君のおかげで本当に助かったよ。君があいつを痛めつけてくれたからね。僕一人だったら絶対かなわなかった。君のおかげであいつは死んでくれた。人間の魂も手に入ったしな。はあ、僕はもうずいぶん長いこと空っぽだった。魂が手に入って最高な気分さ。もぞもぞ動いてくすぐったい。あれ、仲間外れで寂しい？でもそれならちょうどよかった。まだ魂は6つしか手に入ってない。だからもう一つ必要なんだ。あと一つ手に入れば僕は神になれる。そして新しく見つけた力でモンスターにも人間にもみんなに思い知らせてやるのさ、この世界の本当の姿をね。前のセーブファイルに戻ろうとしても無駄だよ。そんなことしねえよ。やり直せねえからいいんだよ。あれはもう消しちゃったからね。でも安心して、僕がちゃんと代わりのファイルを用意してあげるから。君が死ぬシーンで上書きしてあげるよ。僕が君の体をズッタズタにするところを何度も何度も繰り返し見られるように。え？僕を止められると思ってるの？君は本当にバカだね。え？なに？昆虫？ムカデみたいな感じ？あ、動けない動けない動けないよ。うわ、怖っ、やばっ、普通に怖っ。えっ、あっ、なに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 、痛い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 、わわ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 わ
これはただの悪い夢。永遠に覚めることはない。うわ、またゲーム落ちた。やだ、私もう一回行ってきます。あ、映るかな、今フフフって言ってるんだけど、映るかな。来た。フフフ。僕がそう簡単に満足すると思った？君を一回殺したぐらいでさ。はぁ、あ、これなんとかできるかな。うわ、もう怖えぜ。なんかこのもう演出がやばすぎる。これほん、いや、あ、やばい、バグってる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 、やばい、やばい、上に行く。あー、よかったよかった。落ち着こう。これ戦わない？あ、戦うが消えた。これさ、避けれんのかな？はい。情けないね。今度こそ本当に死んでもらうよ。進む気がする。というか、この世界の私本当に無限ループしてるんだろうな。どっかないかな、攻略法。なんとかならないかな。この子のモデル何なんだろう？バラ？あ？ちょっと待って。あ、でもこの下入れても特に意味ないのか。戦うってコマンド無意味だよな。1しか食らわないもんな。このなんか頑張ったら地味に避けれるんだよな。避けた。ワーニング。え、ちょ、行動。はい、助けを呼んだ。なんだこれ。いったやばいやばい。どんだけダメージ受けるんだ。行動、助けを呼んだ。え、ちょっと待って、これ1から減らない？待って、今1から減らなかった。 HP がだからといって避ける。
何飛ばしてんの。ここは負けちゃうのか。もう一回映るかな。ふふふ。そもそも僕を倒したらどうなるか分かってるの？難しい。まだ分からないの？ハッピーエンドなんてないんだよ。君に残されてるのは僕との戦いだけさ。それでも、だってさっき魂助けてくれたもん。よくわかんないけど、あそこまで行ったら魂助けてくれた。お前、それが、これ多くない？ずっとこの攻撃なん？
嫌だね。うわ、うわ、うわ。ふふふ。本気で思ったの？僕を倒せるって？僕はこの世界の神なんだよ。それに引き換え、君は滅びる運命。ここで一人寂しく、命を散らすのさ。そう。役立たずの仲間たちには、君を助けることはできない。どうぞどうぞ呼んでみて。君の声は、闇に吸い込まれるだけさ。パパ、ママ、誰か助けて！いくら叫んでも無駄なことさ。助けを呼んだ。こんな私を助けてくれる人いるかな？でしょうね。しかし誰も来なかった。残念！誰も。君が死ぬとこを見てくれないなんて。あ、え、どういうこと？まあいいや、それなら、ロードできません。どうして？力が使えない。魂が、何をする気？うわ、おい、やめろ！こんなことは許さないぞ！僕に従え！やめろ、おい！やめろー！6人の人たちが私を助けてく、うわ、大丈夫か？またバグってるんですけど、これは！何の真似？僕が反省したとでも思ってるの？ありえないよ。僕を逃がしたって何も変わらない。終わらせたいなら僕を殺すしかない。僕を生かしておいたら、また戻ってくるよ。君を殺すよ。みんなを殺すよ。君の大切な仲間も殺しちゃうよ。私はもう無理だよ。どうして？どうして僕に優しくするの？私も過ちを犯してんだよ、いっぱい。理解できない。何なんだよ！意味がわからないよ。フラウィーは逃げ去った。なんかむしろフラウィーと一緒にこの世界にいたいわ。なんか似た者同士というか、なんかじゃわ。うん。アンダーテール。ありがとうございました。これが果たして何というエンディングだったのか私にはわからないんですけど。電話？あ、サンズ！よう、聞こえてるかい？とりあえずメッセージを残しとくぜ。
あんたが消えてから、この世界では、いろいろあった。アズゴアがいなくなったから、代わりにアンダインが地底の世界のリーダーになった。アンダインは、ここに来る人間は殺すと決めた。集めてあった人間の魂は消えたから、バリアを壊す別の方法も研究してる。バリアが壊れたら、アンダインは人間と戦争するつもりだ。アズゴアがやろうとしてたことと同じだけど、アンダインはアズゴアみたいに容量が悪くない。ロイヤルガードも増員した。地上に出たら、アンダインはロイヤルガードを率いて、真っ先に、自分の手で、あんたを探し出して始末するってさ。オイラはどうしてたかって？遺跡のドアの前で何度もギャグを披露してみたけど、あのおばさん、反応してくれないんだ。多分、トリエルのことだよね。具合でも悪いのかな。兄ちゃん、誰と話してるの？ボツに、人間だよ。ああ、そっか。え？人間？俺様も話したい！いいよ、どうぞ。おい、聞け、アンダインが、女帝になったぞ。すごいだろ。しかも、俺様を、王室で一番重要な人にしてくれたんだ。王室で一番重要な人っていう役所だぞ。役職だぞ。よかったね。何をするのかって、アンダインが言うには、その辺に立って可愛く振る舞ってればいいらしい。あ、じゃあ素でいたらいいんだね。これこそ、俺様にふさわしい仕事。普段から無意識にやってることだからな。自分で言うな、それを。それを自分で言ったら、おしまいやね。ついに、俺様は重要な人になったのだ。それもこれも全部貴様が、散々ひどいことをやってくれたおかげ。ありがとう、人間。また会いに来てね。悪気ないんだろうな。あ、でも、アンダインに見つかったら殺されちゃうね。だけど、ここに来れば俺様に会えるんだから、殺されたって来るべきだ。絶対だよ。じゃあ、またにすごい最後の通話。じゃあ、またにで終わったけど。あ、何？うん。多分殺さなくていいと思う。お話できると思う。うん。私もわからん。でも、アズゴアさんも最後見逃すっていう選択肢出たから、やっぱりこの世界は誰一人傷つけずに、住む道があったんだよ。ごめんね、フラウィー。何？ん？あ、それトリエルと同じ言い方だね。うん、わかった。うん、最初から一度も殺さずに、そしたら、もしかしたら、ハッピーエンドが見られるかもね。どうなるかな？君の強さが証明されるか。君の苦しむ姿が見られるだけか。どっちにしろすごく興味があるな。うふふふ。昔々、地球には人間とモンスターという二つの種族がいました。ところがある時、二つの種族の間に戦争が起きました。そして、長い戦いの末、人間が勝利しました。人間は魔法の力でモンスターたちを地下に閉じ込めました。それから、さらに長い時が流れ、イビト山2001X 年。それは、登った者は二度と戻らないと言われる伝説の山でした。
というのがアンダーテールのオープニングです。ゲームを起動して一番最初に流れるムービーでした。はい、ということで一旦私のアンダーテール実況はここで締めさせていただきたいと思います。以前の配信でもお話しさせていただいたんですが、誰も殺さないストーリーだったり、今ねこの実況動画として形になった以外のルートを生放送でプレイしてみたいと思っておりますので、そのフラビーが言うハッピーエンドが見られるかもしれないルートとかご興味ありましたら、アンダーテールの生放送の方に遊びに来ていただけたらなと思います。それでは長々と最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。お相手は水城アクアでした。お疲れ様でした。